もしも突然ノワールとラムが姉妹になったらしいでぃ。楽しい？鬼ごっこ。ノワールお姉ちゃん、遊んでよ。そうね、いいわよ。今日はそんなに忙しくないし。本気で遊んであげるわ。何して遊ぶ？わーい、やったー。じゃあまずは二人でもできるし鬼ごっこしよう。それじゃあ最初は私が鬼でいいわよ。範囲は教会の敷地で10数えるわね。10、逃げろ。8 7 6 5 4 3 2 1 0。さーて、軽く捕まえてあげますか。まずは隠れたようね。この私にラムの隠れる場所がわからないとでも思ってるの？そこね。あら、いなかったみたいね。ノワールお姉ちゃん、本気出しすぎ。今度こそ、そこね。じゃあそっちかしら。なんだかだんだん近づいてきてるみたい。隠れてる場合じゃないわ。もう仕方ないわ。ラムー、見つけた。見つかっても捕まんないようだ。私は足にも自信があるんだからね。お姉ちゃんも足には自信あるわよ。もう来ちゃったの？さすがノワールお姉ちゃん、すっごく早い。今日は本気モードね。けど私以外に通れない秘密の道があるもんね。よし、到着。お姉ちゃんバイバーイ。こら、堂々と勝負なさい。逃げられると思わないでよね。危なかったかな。無事反対側に着いたし、これで仕切り直しっと。見つからないうちに隠れちゃおう。ラム、甘いわ。捕まえた。ノワールお姉ちゃん、どこから飛んできたの？道には必ず出口があるのよ。わざわざ狭い道を通る必要はないわ。残念、捕まっちゃった。じゃあ次は私が鬼ね。ん？何言ってるの。ラム、武器を取りなさい。え、お姉ちゃんこそ何言ってんの。次は私が鬼でしょ。私は鬼に捕まったくらいで諦めるような妹に育てた覚えはないわよ。え、だってこれ鬼ごっこでしょ。鬼ごっこって言ったら遊びだし。火遊びは危険なものよ、わかるわよね。なら鬼ごっこも危険なの、わかるわよね。そうかな。私はラムのために言っているのよ。遊びだからって気を抜いてると怪我をすることだってあるわ。あなたが心配なのよ。ノワールお姉ちゃん、私のことをそんなに思ってくれてるの？私だって厳しくなんてしたくない。だけどあなたが鬼に捕まった時に私がいつもそばにいられるとは限らないのよ。そうよね、私も一人前の女神になるんだもん。さあ戦うのよ。戦って鬼を倒して私を超えて自分の力で道を切り開きなさい。分かった。お姉ちゃん覚悟してね。そうよラム、遠慮はいらないから全力で来なさい。くらえ、ラムちゃん式砲撃魔法。強く
くなったわね、ラム。それでいいのよ。お姉ちゃん、なんで、なんで防がなかったの？あなたの力を受け止めるのも姉の役目よ。どうやら私はここまでのようね。これからは一人で鬼や悪に立ち向かってね。お姉ちゃん、こんなところかしらね。ふう、いっぱい遊んだ。最後はお遊戯みたいだったね。楽しかった。ノワールお姉ちゃん、ありがとね。私も楽しかったわよ。じゃあ次はラムが鬼ね。え、これ続くの？私疲れた。ラム、鬼ごっこは遊びじゃないのよ。私がやりたい鬼ごっこは遊びよ。ノワール、今井あさみ、ラム、石原香織。